はい、今年は大豊作の柿です。先週110個あったそうですが、さらに同じぐらい、あるでしょう。あちこちの柿が豊作だという、話が入ってきています。つわぶきが咲きました。はい、脱穀が終わりました。はい、あとで藁の天日干しが被害が。さあ、今年の収量どうでしょうね。相当スズメにやられたんで、結果がどうなるか、ちょっと心配ですね。下の池も、秋の色が濃くなってきました。毎回いっぱい取ってるようだけども、これどないしてんですか。秋晴れの空です。